こんばんは。ウェザーニュースキャスターの眞家泉です。明日20日火曜日の全国の天気をお伝えします。明日も冬らしいお天気となりそうです。西日本、東日本の太平洋側は日差しが届くところが多くなります。日差しの下では心地よく感じられそうです。山陰や近畿北部、北陸、東北日本海側は雨が降りやすく、特に新潟や東北の日本海側では強まる雨や雷雨に注意が必要です。そして北海道は雨や雪の降りやすい天気となりそうです。札幌でも明日は初雪の観測があるかもしれません。全道的に気温はあまり上がらず、朝晩だけでなく昼間もひんやりとした体感となりそうです。内陸部を中心に路面が凍結するところも出てきそうですので、足元や車の運転には十分お気をつけください。寒さ対策も忘れずお過ごしください。以上、明日20日火曜日の天気をお伝えしました。